岡山県倉敷市の養鶏場で3日、鶏が相次いで死んでいるのが見つかり、簡易検査の結果、鳥インフルエンザに感染した疑いがあることが分かりました。倉敷市では先月下旬、別の養鶏場で今シーズン初めてとなる鳥インフルエンザが発生していて、県は感染拡大の防止に努めるとしています。続きを読む岡山県によりますと、3日午前10時ごろ、倉敷市にある養鶏場から死亡する鶏が増加したと連絡があり、簡易検査を行ったところ、26羽中24羽から鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました。この養鶏場ではおよそ51万羽が飼育されているということで、県が遺伝子検査を進めていて、4日午前8時ごろに詳しい結果が判明する見通しです。先月下旬、倉敷市の別の養鶏場で今シーズン国内で初めてとなる鳥インフルエンザが発生しましたが、今回の養鶏場はそこから半径10キロ以内で出荷が禁止された搬出制限区域にあります。岡山県の茨城知事は、我々が想像した以上に大量のウイルスが岡山県内に入ってきている可能性がある、できることを愚直に繰り返し新たな発生を抑えていくと述べ、感染拡大の防止に努める考えを示しました。